時間を使わせやがって。これは悪くない。取ってき材料。かかるならスムーチャーか。レイジ、クシ、ちょ、アース。なぜだ。俺は。アキラ、そのいっそじゃあトレンサイヤ人の王子あと私のような努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやる。このムカつく俺を。貴様の力を見せてみろ。
それとももう使い果たしたか。見せてやるぜ。俺はまだ力を出し切ってなどいない。どうした、こんな程度じゃないだろう。この俺が見せてやろうか、超エリートの圧倒的パワーを。ふざけんな。超エリートのパワーを見せるのはこの俺だ。やりっこけやっと、なめるな。やりっこ、やりっこ、ほう。俺はかかる。貴様もっとお前、俺がそれで文句はなかろ。あら、俺はね、今タイム。いい、どうしたち。腹たまにだっこだったり。なぜ。はぁ、ゾンよし、さて、プリッチェのプリッカ。安全運転で頼むよ。安全運転でいいんじゃよ。運転で頼むぞ。こいつは気持ちいいや。わわわわわ。もうちょっと早く行けそうだな。あ、安全運転で頼むぞ。ヒヤホー。こいつは気持ちいいや。これなら行けんじゃねえか。あ、安全運転で頼むぞ。ヒヤホー。わわわわわ。
こいつは気持ちいいや。頼むぞ。俺なら行けんじゃねえか。もうちょっと早く行けそうだな。ヒヤホで頼むぞ。うわわわわ、ヒヤホー。安全運転でいいんじゃよ。こいつは気持ちいいや。うわわわわ、安全運転で頼むぞ。ヒヒン、どんなもんで。いいよ。ななっ、あん、それは。おい。カビよ、免許と、ま、おう、でもさ、オラを、な、おいつ、いろいろ、ご、だから、そう、かな、あら、ほら、へえ、でも、もし、ぞ、あと、いいわ。いいだろう。ごく、よく、ほら、気ぃつけ。ま、とにかく行ってみっか。頑張るだぞ。よう、ハハハ。じっちゃん、オラに何の用事だろう。どう。やっ。おい。
よし。もんで、へへ、うまそうな魚だな。よし。うまそうな魚だな。よし。釣れた釣れた。よし。そんなもんで、へへ、うまそうな魚だな。よし。もんで、へへ、うまそうな魚だな。よし。もんで、へへ、うまそうな魚だな。よし。もんで、へへ、うまそうな魚だな。ほってやれ、こりゃ。やれやれじゃな。よし、よいしょ。
速行ってみっか。よし、そろそろだぞ。じっちゃんたち元気してっから。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。船が沈んでんな。うまそうな魚だ。お、なかなかやりそうなやつだな。よくどう？よし、行け。せど。そんで、食べ。あ、へへ。よし、何？バカ。こんなに。とにかく。いや、すげえいいリンゴだぞ。よっ。よっ。はっ。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。ワクワクすっぞ。
どうだ。お前そくそろそろそうだな、ちょうど修行を終えた手合わせに付き合ってくる。むしろありがてえ、うん、行くぞ。今の脳性が悪い。それで何時そう、本来ここでも ありがとう。気合い。ベジータ君、相変わらず、そう言うと思ったよ。トレーニング。よろしくお願い。それでは。面白い。もし分かっ。ま、あこれだ。見ていろ。マリオカ、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 マ
どん腕上げてるし、あいつはやっぱりすんげえ強くなっぞ。みんな修行して腕上げてっかな。こんにちは。あの、はい。ええ。さあ、トレーニングを始めましょうか。人造人間の遅かった。わりわり。でもあ、すまねえな。修行の手応えはどうだ、悟空。人造人間。ご飯あいや、そう。
箱も南西9キロ地点。あれだ、あの島だ。未来ブルマカンソン。そしてマジでダメだ。人どこだ。火を押す。はい。予言された襲撃、人造人間現る。行くぞ。くそー、人造人間はどこだ。トランクスに奴らの写真でも見せてもらえばよかったな。クリリン、ダメだ悟空。そうか、見つけたらすぐにみんなに知らせ。火を感じられねえっちゅうは思ったより厄介だな。目的なら天使オラムだ。人造人間か、苦戦しそうな相手だ。他のどうだ、気をつけてくれ。大きな怪我。先祖、さっきんとこに置いてきちまったから連れて行って食べさせてくれ。わ、わかった。貴様、それ、さ、待て、おめえらも。どれ、好き、お前。行くぞ。たちの名前を知ってんだ。お前が壊滅させたレッドリボン軍の人造人間だから、悟空の名を知っていてもおかしくはない。まさか俺たちの名前まで知られているとはな。ヤムチャ、大丈夫だよな。ヤツならそう簡単にくたばらんさ。気を感じねえから、強さもわかんねえ。君が悪い奴らだ。気を感じられない誤算だったな。なんだ、体の調子が変だ。どうかしたのか、ソン。いや、なんでもねえ。しろ孫悟空、どこまで行く気だ。このなぜ天下水こらそんどまるばくおどくなそんのしめこじらす。じゃあ早速その強さを見せてもらおうかな。
孫悟空はなぜか勝負を焦っている。すでに全力に近い飛ばし方だ。それなのにあのざまは何だ。吸収した。孫、気功派の類は撃つな。こいつら手から気を吸い取るぞ。気を吸い取る？冗談じゃねえぜ。おい、そんな奴様子が変だぞ。まさか未来から来た奴の言っていた心臓病が発症したのか。なんだって、もう薬で治したんじゃなかったのか。俺やご飯と一緒に修行していた時はまだ発症していなかったはずだ。くそ、まさかこんな最悪のタイミングで発症するとは。苦しい。どうしちまったんだ俺の体。いやは、カカロットを倒すのはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。ベジータ、さっきはあっちの方ですごい気を感じたけど今は弱まってる。戦い終わったのかな。ご飯、クリリンさん、イヤムチャさん、お二人ともどうしたんですか。俺が人造人間にやられてクリリンに先頭で助けてもらったんだ。残りの先頭も持ってきた。早く悟空たちと合流しよう。あそこだ。お父さん、悟空。どうやら未来から来たやつが言っていた心臓病を発症したらしい。そんな。誰かこいつを家に連れて行ってあの時受け取った薬を飲ませてこい。俺が連れて行こう。情けないが俺が一番役に立ちそうにないからな。貴様の相手はこの俺だ。20号、どうか私にベジータを始末させてください。まあよかろう。その代わり残りの4人は私がいただくぞ。貴様らは噂ほどとんでもない玉じゃなさそうだ。そうかな。貴様の戦闘データはすでに知り尽くしているのだぞ。計算だけでわかるもんじゃない。俺たちサイヤ人はな、知りたいもんだ。人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。ベジータさんもスーパーサイヤ人に。俺はただひたすら強くなることを願い、時
特訓を繰り返した。そしてある時、俺は自分の限界に気づいた。その自分への怒りで突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人がな。何に変化したところで、所詮我々人造人間にはかなうものではない。ヤツの嘘。気が回ってきたようだぜ。ザコどもだ。ザコどもだ。
スーパー。 スーパーベジータのビッグバンアタックだ！ さらなる脅威、未知の人造人間たち。 あの人造人間、 ゴーネノ。 感じることができんのは厄介だな。どうだ天心。いや、俺の目でもまだ探し出せん。まだこの岩場から出た形跡はない。 ダメだ、岩場にうまく隠れてやがる。
なんというパワーだ。ごめんなさい。そうか。ザコがいるようだな。すぐに片付けて。魔眼光殺法。ベジータ、ヤハの野郎、思ったより素早い。くそ。これでは仲間を呼べまい。では。エネルギーをいただくぞ。ご飯来てくれ、人造人間が。ピッコロさん、あっちだ。このまま死んでしまえ。なぜだ、あいつに見つかるわけは。助かったぞ、ご飯。クリリンさん、ピッコロさんに先祖。俺にやらせろ。片付けてくれ。
やはり計算の通りのようだな。俺を見くびるな。助けてってことだ。片付けてくれ。これが心のパワーだと。でくれ。
俺の知ってる人造人間とは違う。どういうことだ。みんな一体何と戦ってるんだ。己ピッコロまでもがここまで力を上げていたとは。とんでもない誤算だ。帰るしかない。研究所に。本来の歴史では俺たちは全滅させられるはずだったが、未来は変わってしまうようだな。ヤッホー。今だ。貴様らには絶対に勝ち目はない。17号と18号が今に貴様らを殺しに来るぞ。何。母さん。ありがとう君。トランクス。トランクス。トランクスだと。俺のガキと同じ名前だ。未来から来た。そうか。大丈夫でしたか。お前あの時の。わざわざ来てくれたのか。はい、あなたたちの応援をしようと思って。しかし奴は一体。チッ、あの人形野郎、煙に紛れて逃げやがったか。クソ。なぜ奥さんや子供を助けようとしなかったんですか。くだらん。俺はそんなことに興味がないんだ。あなただった。ねえ、あれは多分。そう、はい、ジュブルマ。私それ。なる。マス。行けます。もしかこの邪魔を。
確かに俺も行き、もうあいつ、どうや、お前たち、そうだ、はい、ブルマさん、ご飯、よし、